どの駅やらしい、ハバルネゴレニュースピクサスさん。キアラシ君のお父さんはイラン出身なんですよね。はい、私の父親はイラン出身です。キアラシ君もテヘランかどっかで生まれたんですか？僕は渋谷区生まれ、日本育ちです。あ、でも今回のそのイランとアメリカの対立っていうのはすごい注目してみてるんだよね。はい、詳しくウォッチしてます。日々こう報道がある中でなんかどれが正しいのかとかよくわかんないんで教えてほしいです。はい、イランっていう国は実は中東屈指の親米国家だったわけです。女性の参政権を導入したり、ただこの政権っていうのはアメリカの援助を受けて国民を弾圧したりイスラム的な価値観をまあいわば軽視して西洋化近代化を進めていったわけですね。なるほど。これに反発を強めた宗教保守勢力、つまりイランっていうのはあくまでイスラム教の国だろうという人たちが立ち上がったわけです。これが1979年のイランイスラム革命、親米国家から今の反米国家になった転換点。イランの指導者ってハメネイとかローハニとかいろいろ出てくるけど、この人たちっていうのは実際どういうポジションの人たちなの？絶対的に偉いのはハメネイさんです。これは、うん、軍であったり、政治それから文化あらゆることに対してハメネイさんが指導していって、まあ、国にそれがついていくというのがイスラム共和国体制なんですけども、うん、初代最高指導者、革命運動を率いていたリーダーがホメイニさんって人なんですね。ちなみに正確にはホメイニさんはホメイニ、ハメネイさんはハメネイですね。じゃあローハニさんはローハニ、それも似てるね。はい、イランの名前は全部最後異行で終わることが非常に多いです。キアラシーとか。ああ、確かに。ホメイニさんが革命運動を率いてイスラム共和国体制というのを作るんですけども、うん、彼が言った理念の中の一つでイスラム共和国を率いるのは最もイスラム教に精通した法学者が率いるべきだと。それで彼が1989年に死ぬわけですけども、この時に、ハメネイさんというのが、まあ、当時一番その優れた法学者だったということで、まあ、リーダーに選ばれたわけですね。で、彼が統治する国なんですけども、とはいえ一個一個逐一一人の人間が全てに指導するわけにはいかないから、じゃあそこは大統領っていう存在に政治の部分は任せようと。なのでローハニさんというのはその、まあ、傀儡といったら失礼ですけど、まあ、彼の意向を組みながら、まあ、政治をしているというのが実態かなというふうに思います。あとイランって国軍があったり革命防衛軍があったりコッツ部隊とかなんかいろいろ出てきてよくわかんないんですけど、どうなってんですか？これも、イランイスラム革命に、深く関係してるんですね。当然イランっていうのは革命の前から国ですから軍隊があったわけですね。ただ革命が起きた時にイラン軍っていうのは元の体制からあった軍隊ですから、クーデターが怖いわけですよね。このイスラム革命を防衛していくために、守っていくために何が必要かとなった時に革命防衛隊っていう完全にこの宗教色の強い軍隊を作ったわけですね。 どっちかというとクーデターを阻止したり自衛の存在という性格が強いんですね。うん、でコッズ部隊、ソレイマニ司令官はコッズ部隊の、司令官トップです。これがどういう部隊かというと再精鋭部隊ですね。特殊作戦のみをやる部隊、それも外国でやる部隊、これがコッズ部隊です。今回その一連のアメリカとの流れの中でこれはどういうことなのかっていう疑問がいくつかあるんで、ちょっとそれ次はそれについて教えてほしいです。何人か専門家にお会いしまして、お話を聞いてきましたんで、それを踏まえてお答えしようと思います。今回その殺害されたソレイマニ司令官っていうのはそもそもイラン国内ではどういうポジションの人なの？この人はイランでものすごく尊敬されて、うん、敬愛されてるんですね。うん、イランの新聞の一面なんですけども、マルドメテヘランバハジガセムワドキャルダン、ハジガセムって書かれてますね。ガーセムおじさん、ガーセム大将みたいな意味なんですけども、まあ、それぐらいこう親しまれて、さらに下の名前で呼ばれているというのが、なんで尊敬されていたか。アメリカに散々挑発されてやり返すのって誰なのって言った時に、ソレイマニさんが率いて強くしてきた部隊なんですね。うん、最近のイランって誰が一番怖かったかって言ったら IS なんですね。うん、このイスラム国が一番目の敵にしてたのっていうのは実はイランで、なぜかっていうと、まあ、宗派の違いがあって、ソレイマニさんは IS と戦って連戦連勝が連日伝えられるわけですね、テレビで。どんどん英雄としての、まあ、地位を、まあ、高めていったと。ソレイマニさんってやっぱ顔もかっこいいんですよ。うん、イランの人から見たらああいう温厚で柔和で笑顔が素敵な方っていうのはすごい人気が出やすいんですね。うんうん、でもう一個加えると、革命防衛隊ってこれただの軍隊じゃないんですよ。実は建設会社、これイランで一番大きい建設会社は革命防衛隊の傘下なんですね。うんうん、イランの携帯電話のキャリアですね。うんうん、これの筆頭株主だったりするわけですね。暴力を傘にそういった経済の利権まで牛耳ってるというような存在に移るわけですね、うんうん、革命防衛隊は。
嫌いな人から見たらですね。そんな中でもソレイマニさんはそもそも遠征部隊で特殊部隊だからイランの国内にいないわけですよ、うん、そういった汚い利権とも一線を画した野戦司令官、イランの強さの象徴、神格化されていったわけですね。なるほど。だからあんだけそのソレイマニ司令官がその殺害された時にイランの国民がまあ悲しんでた。そうですね。ただ軍人ですから、国民全員にリスペクトされてるわけでは当然ないです。各地をこう遺体が回るわけですね。どこでも100万人規模の人たちが、まあ、本気でこう泣いてる人もいるわけですね、イランの中には。とはいえあの群衆っていうのはやっぱり動員された人たちなんじゃないかっていうのが、まあ、一般的な見方じゃないかなというふうには思いますね。なるほど。歴史的な経緯からそのイランっていう国がで現体制が、まあ、反米っていうのはよく分かったんですけど、そのイランの国民もみんなアメリカのことが嫌いで本当にその反米意識みたいなのを持ってるのか、